のえりさんこんばんは、しょねー。さあ、餓死してないか心配。いかんせんもう2日ぐらいね、ログインしてないんよ。まあ、ベリーいっぱいですから大丈夫だと思うわ。見ていこう。あ、よかった、全然大丈夫だな。まだベリー入ってるかな。待て待て、なんかちょ、お前ら邪魔や。なんか殴り込み来てるぞ。レベル18か。あ、全然ベリー腐るの遅いやん。よかったー。そしたら今日はとりあえずテイムしまくろう。もうあの麻酔矢もいっぱい作れるんだったし、あのステゴ捕まえたから、まあとりあえずプテラだね。あのやっぱりプテラがいるともう空中移動できるし、なんか運ぶ時も便利だし、あの危険が少ないから地上歩くよりよっぽろね。どっか偵察も行けるし、まずはプテラを捕まえよう。そしたらとりあえずプテラを捕まえに行く準備できたんだけど、これ気になるのはクズ鉄。あのカニとかから取れたやつだね。炉で生成できるって書いてあるんだよ。これももしかしてインゴットになるのか。金属鉱石は燃やせばインゴットになるんだけど、まあいいや。ちょっと火をつけてこの2つを生成してる間にプテラを捕まえに行くべ。でこれよ、ボーラ。これはね、何かっていうと飛んでる敵とか、あとパラサロロクスみたいなちっちゃい装飾とかにも効くんだけど、なんかまあ単純に投げて足かせになる、足について動けなくなるみたいな。プテラは基本的に捕まえようとすると逃げちゃうから、まあこのボーラで足止めするってわけだな。てかなんかさ、共有拠点がさ、ちょっと立派になってるね。誰かが改造してくれたんだな。アイテムは、あ、なんか入ってるわ。これ栄養差を生成できるやつだ。あと待って、このサパラサロロクスのさ、サドルってあれじゃねえの、前回俺が入れてたじゃねえの。まだ誰も持ってってねえのかよ。あ、プテラいるね。いるけどあれだわ、レベルが見れねえ。レベルが、本当は望遠鏡みたいになるとすぐレベル見れるんだけど、いやこれテイムより望遠鏡先だなこれ。あと前回放っておいたさ、これ、あ、みんな取ったかな、みんな取ったかな、こっから。あ、中身全部空になってるわ。多分誰か取ってったね。あ、ここはまだ、あ、おお、金属のインゴットあるじゃん、54個。ちょっと、あれかな、1人1個ずつ持ってけばいいんじゃねシステムもこれ。俺もちょっともらってないからちょっともらっていいか。クズ鉄のインゴットってこれなんだ。通常の金属インゴットとほとんど見分けがつかないって書いてあるけど、クズ鉄を炉で生成することで作成できる。これも同じインゴットで同じ役割してくれんのか。まあ、とりあえず水晶はちょっと重いからこれだけちょっと持ち帰ろう。このなんかちょっと待って、このステゴぶち殺したのか。邪魔すぎるんじゃお前。7個意外と出来上がんないな。でこのね、木炭になるんだよね、こういう木を燃やして。でこの木炭もいろいろ使った気がする。そしたら鉄ちょっとね、今51個も出ないったから、あれ作ろう。作業台これだ、マジこれがないと始まんない。金属のインゴット5個と、それだもろもろだ。このゲームはね、この作業台がないと始まらないゲームなのよ。でこれでね、なんかいろいろ作れる幅がすごい広がるんだよな。今まではね、あの手で作れたんだけど、これからは鉄の時代だから、この金属のピッケル、金属の斧、あとクロスボウ、これ弓の上位互換だね。クロスボウ、あ、望遠鏡ってこれ水晶で作れたの、鉄いらねえんだ。あ、そうなんだ。てかもう7レベルから作れるやんけこれ。なんだよこれ、俺作業台でしか作れねえと思ってたこれ。でこれは金属のカバー、植物から繊維を、魚からはオートロを効率よく採取するための道具。そしたら素材はなんだ。あ、金属のピッケルとかこんな簡単に作れたっけ。インゴット1個でいいんだ。まあインゴットとかこう木とかいっぱいここに全部とりあえず使いそうなやつを置いて、これで作れるようになるから、とりあえずピッケル1個と斧1個ずつ作っておこうか、金属は。まあこれさ、あれだね、あのこの石のピッケルと石の斧と何が違うのって、まあ単純に性能かな。そしたらこのなんか俺の拠点に刺さってるやつが邪魔すぎるから、そのまま去ってくれればいいんだけど、お前去らないなら、お前死しかないぞお前。おい、お前が悪いんだぜ、そっからどかねえから。おお、早速畑作ってるね。なるほど、畑の作り方とか俺は全然わかんないから、これは勉強になるね。危ない、俺草と間違えてあの取っちゃうとこだったわ。そしたら水晶をいただいて、これで望遠鏡、よーし。なんだ、望遠鏡こんな序盤に作れたのか。7レベルから作れるなんて知んなかったな。でこれがすごい代物でね、まあ、例えばあんなにいるアンキロもこれを使うことによってレベル15って見れるんだよ。ならプテラを捕まえるときはこれ必須だね。いたいた、15か、15じゃいらんな、10低いな。あ、これさ、ドローンも今なら見れるんじゃない、これなら。
名前とかさ、こいつの。じゃ、早いな。早いし、なんか映んねえぞ。名前映んない。こいつ名前映んないわ。しかもなんかこいつちょっと濃い青だな。色が違う他のドローンと。オビーラプトル。なんだこいつ。こんなやついたっけ。うわ、なにこれ。やば。ガラス抜いたやん。スカイツリーやん、ここ。すげえ、なにこれ。遠く来すぎかな、危ないな。あ、ここプテラいるぞ、2匹いるぞ。お前は ?20 か。向こうはどうだ。いや、低いプテラしかいないな。こいつでいいかな。これタヤペラってのがすごい便利らしいんだよね。ただね、逃げ足がめちゃくちゃやばいらしくて、そもそもこのこれを当てられるかどうかなんだよな。あ、いたー。80、いいや、お前でいいわ。お前に決めた。これやって、あとは顔面に打つ作業かな。でね、ボーナーの重ね掛けはできないから、こいつが逃げた瞬間に、また打たなきゃいけないんだよね。え？え？嘘？レベル80こんなに気絶すんの？で、こいつ何食うんだ？プテラは肉だっけ？あ、いや、メジャービリーもあるわ。やばい。なんかラプトルみたいなやつがトリケラ戦ってる。ここはあれか。ラプトルが湧くんか。木の防護柵持ってきてないけど。まあ、金属の斧とかもね、割とこれ攻撃力あるから、これでやれる説あんな、レベル低いならね。待って、プテラ負けそうじゃない、あれ。プテラじゃない。あ、トリケラ負けそうだ。ユタラトプル、レベル20。あ、オッケーオッケー。援軍来たわ。援軍が来たから生きるべ。あー、こっちのトリケラ死んじゃったの、かわいそうに。え？さっきまでユタラプトル血だらけだったのに、邪魔すんなよ、お前。え、やばい、これ来るぞ。なんで急にこいつこんな覚醒したんだ。あ、殺された。これやばいな。え、何も食わない、こいつ。まさか肉でも。あ、こっちか、こっち。こいつ一体何食うんだ。また俺はとりあえずあのラプトルをどうにかしないといけねえな、これ。あ、え、エンホーサーにも勝負仕掛けんの、こいつバカだろ。エンホーサーには勝てないだろ。炎王さんのレベルは10か。あ、やっぱほら、もうあっという間に血だらけになってるよ。あ、死んだ。炎王さん強いね。え、なんかプテラ食わないんですけど、あなたは一体何を食べるんですか。あ、普通にやっぱ生肉食うって書いてあるわ。全然食わへんやん。気絶度減るの早いな、これ。起きちゃうな、これ。麻酔薬持ってこなきゃダメだ。ただここ超遠いんだよね、出張してきてから。これ大丈夫かな、放置して。なんだこれ、味方があれか、作ったやつか。なんかトラップみたいなのあるね。おお、もうティラノテイムしてんじゃん、レベル202。わー、しかも緑でかっこいいじゃん。なにこれ、待って、なんか見ない間に拠点めちゃくちゃすごくなってるぞ、これ。ただいま。お、大丈夫そうか、これで。あー、食ってる食ってる食ってる、けど時間かかるな、これ。やっぱりで気絶度がもうあれだから、麻酔薬をね、こう無理やり飲ますんだよね。そうするとこの気絶度が徐々に徐々にまた上がっていくはず。プテラはこうやってテイムするのか。おお、上がったわ、めっちゃ上がるやん。あー、でも生肉1個食っただけで 41.7% 上がったってことは、3個食ったら終わりだ。ただ1個食うまでがこいつ異常に長いな。まあ、プテラテイムしてもあれだな、サドルがないと話にならないから。キチンかケラチン75、革230。ほんとサドルは革使う。てか俺思ったけど、あれか、最初に布装備作って殺されて、それを着ていない以来さ、俺ずっと裸で行動してんだ。そりゃ一撃で死ぬわ。防具も作ってやんねえとな、自分に。カニの野郎が近づきつつあるけど、この距離なら大丈夫か。何がこいつさ、名前防御ユニットだよ、お前。嵐ユニットに改名してろ、こいつ。お、来た来た来た。あ、名前どうすっかな。じっくり考えてる暇もねえな、防御ユニット近くに行くから。いや、とりあえず危ねえからじっくりあっちで考えるべ。レベル119ね。いい感じやな。何の死体かと思ったらサソリだ、こいつ。死体になっても気持ち悪いな、こいつ。うわ、生きてなくてよかった。あ、待て！プテラ、こっちだ、こっち。やべえ、なんだよ、俺はキチンギャラチンが欲しかっただけなのによ。まだプテラ、お前ここにいろ。あー、この漏れなんとかモスのことを殴ってるだけだわ。
そしたらこいつキッチン14個か。なんかプテラやばい、プテラこっち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 、やばいやばいやばい、あいつ早いぞ結構。あれプテラって悟れなくてもいい、いや悟れなきゃダメですよね。よし行こう行こう。え、なにこいつやばい、狼だ。プテラ来てる、よしよし、あっぶねえな、なんだこいつら。あーもう追ってきてないわ、あっぶねえなマジで。寄り道厳禁だな。とりあえずこれ掘ってくけどさ、これ何、これ水晶か、これこれ何、あ水晶だ。まあ いやとりあえずこれで、まあ、金属鉱石、やっぱ金属のピッキリだとめっちゃ手に入るね。タヤペラ95、こいつも行きたいな。みんなタヤペラってどう捕まえてんだろう。タヤペラはもう近くに行くだけでもうバサバサ飛んでっちゃう、怖く、なんかビビりだから。ボーラー当てたいけど、待ってこれチャンスじゃない、うわ無理、ほらちょっと無理だよ、速度が速すぎる。よしこれで多分パワー揃うかな。確かステゴもねめっちゃもらえるもんね。つうかあれだわ、待ってめっちゃもらえるっていうか、もう鉄の斧が全然性能桁違いだわ。さあそしたらプテラにサドルをつけてあげて脱水症状になっていく、いくぞ。おー、あ早い早いぞプテラ。スタミナの消費は、あーこれは快適だわ、全然スタミナ減んねえじゃん。これでね木も簡単に集められに行くし、ただね重量がないからね、多分プテラどのくらいだろう、172しかないか、重量に振るべきかな。でも全然重量上がんねえな。あと HP が1000じゃあっという間に死んじまうなこれ。ただこっち見れるね。よーし、この、あティラノいる、ティラノ、このティラノは50か、50じゃあ俺の生王軍団には入れねえかな。でこれ何、これなんかすごい光ってんだけど、何これこれ何これ、このタワーみたいなの何これ、特に何の意味もないオブジェ。あなるほどね、光るオブジェってこと。いやこれ作るのにどんだけかかった時間、結構かかるよね、すごいな。もうなんかあれだもんね、完全に趣味じゃんオブジェってことは。気合が違うわ、気合が。ローマ字ですげえって打っといたわ。オブジェだったんだってビビってんじゃん。みんなあれなんだろうって思うよな。おお、なんかすごい、あ作ってる最中が今すごい、なんかおしゃれになってんな。みんなちょっと家パワーアップしてんな、やっぱこいつさ名前何も思いつかないから、もうトリッピーにしとくな。うん、俺トリッピー好きだし。そしたらね、なんかちょこちょこねアルゲンタビスをテイムしてる人たちがいいんだよな。みんなやっぱアルゲンダビスいるよね。俺もアルゲンダビス欲しいから、てかアルゲンダビスが多分重量多分多いんだよね。プテラはスピードがあるんだけど重量がないみたいな。だからアルゲンダビスをテイムしに行こう。でどこにいるかなんだよな。ちょっと向こうの荒野見に行ってみるか。もうあのプテラのね機動力を手に入れたわけだから。プテラは攻撃されても無抵抗でいるようにしよう。じゃないとなんか攻撃しちゃって乗れなくなって逃げたい時から逃げられなくなっちゃうからね。これがさっきのティラノか。こいつは色もなんか汚ねえな、美しくねえなこのティラノは。うわここまで来たのは初めてだぞ。あやべ、やっぱスタミナがちょっと少ないな。まああの歩きで移動するよりはよっぽど楽だわ。あ、あそこにもなんかティラノっぽいのいるぞ。あれはどうだ、あれティラノじゃない、あれトリケラ、なんかティラノっぽいの今いなかった。こいつはショートフェイスベア、これ襲ってくるやつらだっけ。群れで動いてんな。なんか汚染された恐竜ばっかなんだけど、こっちの荒野なんでどこ行っても汚染されたやつばっかな。え、これ何、このこの植物何、え待って待って、何これ、なんか浮いてる、え誰こいつ、えなんだ飛んでたぞ今、え何これキモ、何こいつ、ガスバッグ、あ、ガスで浮いてたってことか。え、なんか虫みてえだな。アルゲンダビスいるじゃん。しかもなんか白色で神々しいのがいるぞ。レベル20か。見た目だけだったな、てめえは。
え、なんだこいつマジで。イボムシみてえだ、気持ち悪い。普通のあの草食動物らしいね、さっきのガスバッグってやつは。でガスをなんか使って飛ぶことができるらしいけど、なんか重量はめっちゃ重くて荷物運びに便利らしいね。まあそんな重要な感じでもねえかな。あ、いるいる。なんかプテラに攻撃されてるね。あ、エレメントが汚染されたプテラにめっちゃ攻撃されてる。かわいそう。気持ち悪いけど。なんか、ああ、ほんとのガスで飛んで逃げてる。こいつおもろいな。へえ、でもプテラめっちゃ追いかけてる。あいつは死んだな。ちょっと死に様見届けるか。あ、ガスバッグレベル120だ。プテラは？プテラの方はレベル85。あ、高い。助けてやろうかなと思ったけど。汚染された系って強いんかな。このプテラを失うわけにはいかないからな。まあ、退散するのが基地だな。あ、いっぱいいるじゃん。いっぱいいるわ。ちょっと近くで見たいね。あ、なに、吸い込んでる吸い込んでる。なにこれ。あ、吸い込んでる吸い込んでる。おお。普通に気持ち悪いな。ちょっと間違って俺に攻撃するんじゃねえぞ。俺は見学してるだけなんだからよ。これさ、汚染されたプテラってさ、なんか翼がおかしいよね。なんか網やみになってんの。怖っ。お前、ちょっと待って、お前、置いていかれてるぞ、お前。相方飛んでったぞ。まあいいや、もう水もねえし、ちょっと帰るか。そういや、あれだな、あの、防具作るって話、どこ行っちゃったんだよ。防具を作ろう、防具を。まあ、革系でいいか。革。簡単に作れるし、そんなまだ構える必要ないから、とりあえず革系の防具作ろう。あと、あれじゃね、水筒。あ、もう水筒作れるわ。水筒はポリマー、ポリマーセメントってなんだっけ、まだ作れねえわ。おお、まあいいじゃん。なんかあの山に住んでるおじさんみたくて。おお、すごい。こいつをこいつにさ、移動速度めっちゃ振ったらさ、すげえ足速くなった。あ、こいつスタミナも結構あるし、移動速度要因にいいな。もうナルコベリーハンターはね、もうナルコベリーマスターがいるから、こいついらない子だから移動用にするか、こいつは。